ボス、グチです。ウルコンです。今日はですね、なんと、まあ、コラボがさせていただけるということで、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、今日はキキビールをやりたいなと思いまして、キキビール。浅川選手ビール好きじゃないですか。はい。まあ朝日が好きということで、まあ、その動画をずっと見てて、はい、まあ自分もビール好きなんですよ。はい。で、あ、これはもうちょっとビール対決しかないああ、いいっすね、格闘技じゃない、はい、格闘技じゃなくてで、ちょっとお家にお邪魔しまして、はい、やっていこうかなと思います。で、ビールの種類が、はい、な、もうちょっとオーソドックスな定番のやつ買ってきました、うん、あ、そうですね、はい、まあ、これはアサヒ、はいはい、まあ、これ定番ですね。で、札幌、なるほど。で、モルツ、はいはい、まあまあ、この辺、はい、プレミアム、エビス、はい、どんなのありますエビス。エビスあんまないっすね。あ、ないっすか。この3本は分かると思います、はい、正直。キリンはどうですか。あ、ちょっと、はい、キリンとあの黒ラベルの違いがちょっと分かります。これチャンスだな、チャンスで、最後ちょっと、まあ、1個ネタとして、はい、まあ、絶対分かると思うんで、これは間違えないっていうね。クリアサヒ、あ、これあれですか、発泡酒ですね。あ、まあ、ちょっと、はい、いや、わかるかな。この辺が似てないですか、ちょっと。そうなんですよ。この辺が似てるんですよね、多分。はい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 。俺これに関してはわからんっていう。プレミアムモルツは絶対わかると思う。わかりやすいですよね。はいはいはい。まあ、これもうこの辺になるともう消去法ですよね。そうですね。もうすでに分類されたしね。はい、でやっていくんですけど、はいはい、まあ、ルールとしましては、はい、まあ、この6種類をコップに入れていくわけで、はい、まあ、6種類ちょっと当ててもらおうかな。なるほど。はい、で最初、まあ、カメラマンの方にちょっとビール入れてもらって、はいはい、そのまま見ないで、はいはい、やっていこうかな。わかりました。じゃあちょっと準備を入ります。はい、わかりました。入れていきます。はい。すいません、佐々木君ありがとうございます。あ、いえいえ。僕も佐々木です。ああ、そうなんですね。偶然ですね。はい、ああ、なるほどなるほど。はいはい。よし。今だけ工程したい。最初です。二つ目はこれですね。はい。これです。やっぱ色は全部一緒なんですね。一緒、そうなんですよ。あんま分かんないですね。なるほどね。色は全部一緒なんです。二つ目です。ああ、分かった。早いっすか。早いっすか。絶対ですよ。分かった、分かった。一本目は分かったぞ。ビールなんで苦手なんですか。うん、まあ、あんま美味しくないですよね。あ、それって酒飲めないんだ、そもそも。あ、そうなんですか。美味しいと感じないっていうか。あ、なるほど。え、でもその気持ち分かるよ。俺も中学校ぐらいの時にさ、大人がさ、なんかそのビールほどうまいものはないみたいな飲んでたけど、全然コーラの方がうまいやんと思ってたんで。コーラ。三つ目。あ、これ分かっちゃったな。絶対嘘や。さっきから全部分かってるっすよ。これは分かった。正直。飲まなくても。飲まなくても。はい、3つ目。うん。もう泡立ち方で分かるもん。4本目。これですね。はい、これです。4つ目です。あー、分かっちゃったな。分かっちゃった。今のところ見ただけで全問正解。これ途中から飲んでたら、どの銘柄なのか分かんなくなってくるんですよね。これそんなにそのたくさんの種類飲んでないんで、うん、分かんないですよね。これもう本当に初期ものになってます。分析と分析とやっぱ泡立ち方の違いがどうなんですかね。若干ある入れ方によっても変わるしね、これ。あ、いや、そうなんですよ。へー、うん、全部美味しく入れるよ。でもなんかこんだけしか入れてないのが尿検査みたいに気分落ちますね。これは泡立ててるな。難しいだろうな、相当。ラストはこれです。一番絞り、あ、違う。ちょっと待って、ちょっと待って、ミスった。え、まさかの。いや、多分あれ作戦かもしれない。あー、そういうことね。ほぼやりましたね。いや、ほぼやっちゃいましたね、これ。ちょっと、じゃあちょっとシャッフルしますか。ちょっとシャッフルしましょう。すいません、すいません。ハハハハ、やらかした。シャッフルします。うまく一回置いていいですか。じゃあ、そうですね、オッケーって言いますんで。よし、泡立ちの分析もしてたのね、こっちは。おじゃあ、よし、こうしましょうか。その順番を変えていいですね。はい、うん、こうしたらいいですよね。そうですね。じゃあ、目開けていいですか。 OK です。よし、あれ
これ並び変えました？あれ変えたっすよ。一番右変わってないと思うな。おお。心理戦？いやこれ天の数とかで見てたでしょ。これちょっと罰ゲームありでやりませんか。罰ゲームありですか？はいはいはい。僕ね、結構そのさっきも言ったんですけど、朝倉選手に似てるっていうことを言われるんですよ。朝倉パクリみたいな、はい、朝倉選手のサングラスもらえたシーンかなと思って。あー、サングラス、僕サングラスずっとつけてるんで、動画中はあったっけ。あ、いいっすか。いいっすか。よっそー。これはちょっと勝ったんですね。これ誰のチャンネルだっけ。いや、全然関係ないこれからだって YouTube するとするんで、朝倉選手がもらった、逆は自分はどうしようかな。違う違う、負けたらで、負けたら、あ、負けたら、うん、負けたらどうしますか。負けたらここのローキックもう一発いアンダー角立ってた時勝てばいいですからね。はい、早速いきましょうか。はい、あの、ね、右から、はい、もうあともう全部もう書いてもらって出してもらう。あ、分かった。本当かよ。ああ。変えていくとバレるんで、いいっすか、もう飲んじゃって。あ、いいっすよ、いいっすよ。あ、うまいわ、これ。ビール。練習終わりのビール、うまいね。これ、でも、ね、結構酔うよな。待って、これめっちゃシュールっす。シュールっすね。どうですか、伸び進めてますけど、どうですか、違い分かります、なんか。やばいな、何も分からん。全部一緒じゃん。これ全部一緒ってどっちじゃないですか。全部一緒じゃないよ。はい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 。書き始めましたね。マジで分からんけど、はい、行ってみよう。全部同じ味やな、これ。やばい。今、エビスの味を思い出してます。エビスはお上品な店。そうやな、ちょっと背景浮かんだ割烹屋みたいな。なるほどね、なるほどね。朝倉選手全部書いてるんですかも。はい。お、すごい。まあちょっと感覚的なのもありますよ、これほとんど分かんなかったんで。一番自信のちなみに何ですか。何もないっすよし、書けた。お、終わりっすか。はい。お、早い。なんか飲めば飲むほど混乱していくんで、はい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 、もう一発目の感覚で覚えて、はい、記憶してたんで。なるほど。全然わからん。はい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 、はい、もう行きました。終わった。この並び通りだったとかいう話じゃないですかね。違うっす。違うっす。この並び通りにはしてないっす。この並びと一緒のやつもあるんじゃないですか、下手したら。え、言います。まあまあいいんじゃないですか。もう決まってるんですよ。ナイス。お、僕もないんですよ。お、じゃあ一個も被ってないです。一個も被ってないです。俺も一個も被ってない。あれ嘘やろ。違う俺の回答も被ってないです。あ、じゃあ、どうしよう。あれ、ちょっとそれで聞いて書いてるぞ、ずるいやつ。いやいや、書いてないですよ。よし、じゃあせーので見せましょうか。あ、せーので。じゃあ、はい、じゃあ、OK、こんな感じです。はい、せーのって言わないですね。まず、全然違うか。全然違う。え、一番目がプレ、あ、モルツですね。プレミアム。プレモル。モルツ。これ一緒ですね。一番一緒じゃないですか、僕と。はい。みんな一緒か。スーパードライ。スーパードライ。さあ、僕エビス。あれ？三個目がアサヒ。アサヒ。みんなバラバラ。クリアアサヒ。あれ？ごめんさ。これ全然違う。全然違う。全然違う。まあ、いや、行きますか。行きますか。ちょっと待って、全然違う。全然分からん。壊れて。じゃあ右側から出していきますね。一番から。一番。行きますよ。はいはいはい。一発目。はい。一旦右。はい。これもうモルツさ。絶対。ほら。よし。イエス。マジか。すごい。これは分かるでしょ。モルツは分かるよ。これはさすがに分かった。2個目よし、頼んだ。スーパードライですよ。ここが分からなかったな。2個目なんだろう。俺あんま飲まへんやつやろ。スーパードライ、炭酸が違う。あ、よっしゃ。よし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 
あ、スーパーブランド、クリアアサヒ、どっちかっすね。お、確かに確かに、どっちかっすね。もったいぶるね、スーパーブランド、やばいちゃん、よしよしよし、すごい、やばい、めっちゃすごい、当たってるということは、次もクリアの可能性あるとか、あるってことっすね。4個目ある、4個目、はい、え、もうトーンって出していい、いいっすよ、スーパードライじゃなくてクリアする。よしよしよし。マジか。マジか。嘘でしょ。すごい。そんなことある。嘘でしょ。待ってよ。うわ。え、待ってもう嘘いっさ。もう無理。無理。あれ俺がちか。5個目は。まあちなみにでも5個目出したら、はい、ここでキリン。え、よし。マジで。え、やば。ちょっと待って、ね、マジっすか、ここが違っただけっすよ。恵比寿飲んだことないって言ったじゃん、あんまり、はい、なんで多分似てるのがそこだった、ちょっと似てたんですよ、恵比寿と札幌が。それちょっと待って、惨敗、惨敗もいいと思う。1個しかあって、ちょっと待って、何が出てきたの。悲しくなって、何が自信あってこれ持ちかけてきたんですか。ちなみにっすよ、僕ら上野公園でこれ練習したんですよ。練習してた、練習したんですよ。絶対負けられない。その時も1個でした。なので飲みすぎてたと思うんですよね。でも一発目の一口の感覚でいったから。なるほど。確かに一発目二発目全部飲みますもんね。ここミスってなかったらな。すごいやつだったのにな。これすごいっすね。ちょっとあのショック受けてるけどうまく締めてもらうの。はい。どうのまだ。じゃあこの順番です。負けてしまったということで。サングラス。サングラスもらえないっす。残念です。残念ですね。悔しいな。権利だけ10発もらうことになっちゃう。確かに10発もらうな、はい、もらいましょうか。10発あのちなみにブレイキングダウン、はいはいはい、あるじゃないですか、はい、まあ、この間、はい、動画見させていただいたんですけど、はい、あれってもうこれからどん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 もう各地でやる感じなんですか、それとも公道で。うん、とりあえずあそこの会場で、はい、てかまあジムなんですけど、はい、でやっていって、はい、まあ、人気になっていったら、はい、地方とかで行くんですよ。てか、はい、もうあと1個しかないじゃん、全部どんだけ飲んでる。ちょっとさっき汗かいたんで美味しいんですよ。美味しいんですよ。でもどれが今どの味か分かんないですかね。最初から分かってないじゃないですか。的確なツッコミをいただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。さよなら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。よかったですね。素晴らしかった。今回はもうだいぶビール飲みましたよ。そうやな。だって一人だけなくなってたから。いやほんまに、うん、なんかうまかった。対談しながらビール飲んでたから、うん、笑けてきて。いや飲んでちょっと酔った方が、うん、話も弾むかなと、かなということね。いやでもほんまあのサングラスくれるっていう話やったのに、あかんね、あかんかった。あのなんで前回の力を発揮できなかったんですか、うん、今回の敗因は。敗因はもう一発目を飲んだ瞬間に、はい、エビスと思ってしまった。もうその瞬間にプレモルやったのにエビスと思ってしまったところが、固定概念、もう固定概念が全部ひっくり返した。ひっくり返しちゃったやっちゃった。ほんまやっちゃったと思わん。思う。いやマジであれサングラスもらったら、はい、俺いつも朝倉選手にもらってるサングラスだって言えねんで。ほんまやっちゃったと思わん。でもやっぱその辺のこれっすよね、うん、そうやね、やっぱり持ってる人間は持ってんねんなみたいな、はい、ところは強かったしね、朝倉選手結局4つ正解っすよ。ずるいな。ずるい。あーずるい。で、まあ、今回、まあ、殴られるのでやらしてもらったじゃないですか、はいはい、朝からあんなチャンスめったにないじゃないですか。ないね。まあ結構これでねチャンネル登録者も増えてくれたら嬉しいなと思って。フルコンタクトチャンネルもお願いします。よろしく。まあちょっと話それちゃうんですけど、はい、ハンターハンター好きなんですよ。お知ってますハンターハンター。知りません。でしょうね。ああでしょうね。これはもう育ちがいい人ダメですね。育ちがいい人ハンターハンター呼んでないですよ。どういうことやな。何の話やな。ハンターハンターで、うん、感謝の1万回聖剣好きっていうのあるんですよ。何ネテロ会長はするんですよ。そうネテロ会長、うん、そうネテロ会長いるんですよ、うん、やられちゃうんですよ。死んじゃうんですよ。はいはいはい。でも、はい、あのネテロ会長はもう感謝の聖剣好きって言って一、うん、回一回感謝しながら聖剣好きするんですよ。はい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 。そしてある日、はい、急に音を置き去りにしていくんですよ。音を置き去りにして、もうマッハっすよ、マッハパンチ。ああなるほど。ちょっとそれ自分あの今回チャンネル登録者、うん、
ちょっと5万人超えたらちょっとライブで、うん、朝倉選手ありがとう感謝の1万回聖剣好きやろうかな。もうそれさ、朝倉選手にも来てもらおうや途中で絶対公平。どのぐらい時間かかんのそれ5万回じゃかか、じゃ、ね、5万回やれへん、ね、1万回ネテロは最初18時間かかったマジで、はい、ハンターハンターでね、あの2人とも道連れっすよ。いやいやいや、マジで道連れっすよ。俺もはい、2人で酒飲んでるなってください道連れ。ああ、でサンシャイン池崎さんもできたから、はいはいはい、うん、まあ超えないことにはできない。感謝のジャスティスね、チャンネル登録してくれてありがたいなって思いますね。お願いします。YouTuber 底辺ですけど、やっぱり格闘技を盛り上げていきたいと。でも空手ですよ、空手をね、はい、盛り上げていきたいという気持ちで本当にやってるんで。ハンターハンターもあれなんですか、空手の人。いや、ちゃう、あの、あれなんですか。ハンターハンター本当知らないんですね。ほんまに知らない。こうやって水のところにこうやって手を置くんです。で、あなたは強化系ですか。ということで、はい、また次の動画で1万回聖剣好きで会いましょう。もう次これまで動画ないんかいな。いや、多分もうすぐね、はい、すぐね。今ちなみに今日今の時点で2万8000人です、うん、約2万8000人。2万8000人ということはあと2万2000人、はい、ね、倍、はい、おー、ありがとうございました。ありがとうございました。